田町の喫茶店さくらんぼです。みんなも遊びに来て。社員なので一人一人お作りします。遅咲きだもん。ぜひお寄りくださいます。5月には一緒の末で、ね、にぎやかにたこ揚げと、ね、館の日もありますので、大変にぎやかで元気はいますのでございます。そうだよ。ボタニカというお店を運営しています。基本的には植物とアートのギャラリーとして毎週頻度日の営業をしています。自分がまず一番推したい場所は天守灘の海沿いです。自分がサーフィンをやるので、浜松は非常にスタッフにとってはいい街だと思います。バー兄さんです。お酒を、オーガニックのもので扱ってお客さんに提供しています。浜松の好きなところは、時間と人がゆっくりしている、のんびりしているところが好きですね。Welcome to Chow Square. Nashu です。My job is to help you play, learn, and listen, and introduce your part of the world to the world. よろしくお願いします。Welcome, Namatsu. やっぱり浜中ドライブ、あとルーヨからのサンセット、ビーチサイドと、あと西インターアセンブル、南アルプスと富士山の景色。ロックサンドプリンスです。中田島砂丘です。素敵な風景がたくさん撮れるので、よく撮影しに出かけます。フルネアパージュです。ジャズのレコードや CD を聴きながらコーヒー紅茶が楽しめるお店です。バスターキートンの無声映画も流しているので、五感でもお楽しみいただけます。浜松の好きなところは海もあって山もあって贅沢な自然が楽しめるところです。焼きそばなるです、福井の、丸抜きもしくは信州の丸抜きを毎朝、自家製粉して二八の手打ちでやっております。お近くのお越しの際はぜひ。浜松のおすすめは、お野菜がとても美味しいです。特にエビ芋が産地となっています。そんなメニューもございます。以上です。